こんにちは、スイス在住元バックパッカーのベンネです。すっかり秋が深まりましたが、この秋から冬の終わりにかけて利益が爆上がりする分野があります。それは古着転売の分野。この時期だけ取り組む方もいるぐらいに利益がとても高いので、今日は実際に売れた高利益商品を10商品ご紹介します。一撃で利益1万5000円超えの商品も2つありますよ。ただ今回の動画では商品の紹介だけではなく、どうしてその商品が高く売れたのかというところも含めて解説していきたいなと思っておりますので、メルカリの販売のコツ仕方も含めてメモを取りながら動画を最後までご覧いただければなと思います。私のチャンネルでは物販を中心に私が海外移住費用を貯めた在宅ワークについての動画を配信しておりますので、この機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では早速見ていきましょう。まずはこちらの商品、ジャンポールゴルジエのスカートです。19,999円で売れました。ジャンポールゴルジエはフランスの有名なデザイナーで、中古品でも1万円から4万円ほど、新品なら10万円を超えることもあるブランドです。まずは写真の右下をご覧ください。フォトルームという文字が入っているのお分かりになりますか？これは背景をきれいに消してくれるアプリで、このアプリを使うと、こう壁に服をかけて撮影しただけの写真でもワンタップでこんなにきれいに仕上げられます。こちらは宅急便80サイズで発送したので送料は850円、 10% のメルカリ手数料が1099円と仕入れ原価100円を差し引くと利益は8950円になります。この商品が100円と驚かれた方も多いかもしれませんが、実は本日ご紹介する10の商品は全て仕入れ金額が100円の商品になります。動画の最後にはどのようにして仕入れているかも少しお話ししますね。次はエムズグレイシーのソーレースワンピース1万円。エムズグレイシーはクラシックスタイルの国内女性向けアパレルブランドです。中古で同じスタイルのワンピースの相場がだいたい1万円前後なので、相場に合わせて販売できていますね。こちらタイトルに大きいサイズとあり、サイズは L になっているんですが、実はメルカリでは大きなサイズは売れやすくなっています。さらにこの服は体にぴったりしていないので、ゆとりを持って着れますし、 L サイズではなく大きいサイズと記載しているだけで需要が増えます。こちらは U パケットポスト発送で送料が215円なので、手数料と仕入れ価格の100円を差し引くと利益は8685円になりました。次はセットアップの商品を2つ紹介しますね。こちらはジュエティのセットアップ6300円。ジュエティは若者向けで数千円から1万5000円ぐらいまでの価格帯の服が中心の国内ブランドです。中古のセットアップだとメルカリでだいたい5000円前後で取引されていますね。さてこの写真、先にお見せした2つの写真と何かが違うんですが、何が違うか分かりますか？答えは壁掛けから床置きになっているんです。アプリを使っていると背景が同じなので分かりにくいですよね。床置き撮影のいいポイントは、このようにスカートをこう広げたり裾をめくった状態で撮影ができるというところです。こちらは宅急便のサイズ80で発送されたので送料は850円、こちらも仕入れ価格100円と手数料を差し引くと利益は4720円になりました。こちらはブルックスブラザーズのメンズスーツセット17,980円です。ブルックスブラザーズはもともとアメリカブランドですが、メンズ、レディースともに日本では根強い人気を誇っています。メルカリではスーツのセットアップは1万円から2万円の間で取引されていますが、こちらも大きなサイズなので高値がつけやすいですね。定価だとセットアップなら数万円から10万ぐらいのものが中心です。この商品のタイトルを見て、これなんだろうと思うものありませんか？最後に2406という数字がありますよね。これは商品の管理番号です。すでに商品を送れる状態にして番号を振っておけば、商品が売れたら在庫の中からこの該当番号を探してすぐに発送することができます。これをしておくと出品済みの商品を探すのもとても簡単です。こちらは宅急便80サイズで送料850円だったので、原価と手数料を引くと利益が15,232円になりました。高利益商品ですね。次はポップコピーヌの T シャツ7,780円。ポップコピーヌはフランスのブランドで、パリを中心に世界で300店舗の展開がされていますが、日本では未上陸ブランドです。日本未上陸ということは認知度が低いため検索する人が少ないかもしれないんですが、このような奇抜な T シャツはノーブランドでも高値がつきやすいです。ブランドの知名度が低くても物珍しいデザインというだけで7000円から8000円、中には1万円を超えて売れるものもあります。こんな服誰が着るんだろうと思うような
値で販売されることがあるので、絶対に着ないと思った服も捨てないでくださいね。奇抜というキーワードは変わった服を探し求めている人にリーチさせてくれますよ。 T シャツはネコボスでも余裕があるので送料は210円でもいけるんですが、発送方法は一律にしておくと管理が簡単なので、こちらもゆうパケットポストで215円、利益は6687円でした。次はユベントスのユニフォーム6000円。サッカーのユニフォームや T シャツも人気のチームやプレイヤーのものだと高く売れます。これは普通の T シャツタイプのものよりも、このように襟元がこう開いているものは中古でも1万円を超えて取引されているものもありますが、全体相場としては4000円から8000円で取引されたものが多いですね。ユニフォームは時期によってデザインも変わってくるので、それぞれで人気が変わったりもします。さて、このハンガーの写真ちょっと違和感ありませんか？このように壁掛けで撮るとき、一般的なハンガーだとこう肩が出て不格好になってしまいます。撫で肩にギュッとこう曲げられるハンガーを使うと、例えばニットの服をかけてもこう肩がピッと出ずにおしゃれに撮影できますよ。薄いのでこちらも U パケットで215円、利益は5085円でした。次はプラダのノースリーブブラウス1500円。ハイブランドの服は相場の幅が広く、新品だと10万20万を超えてくるという商品がほとんどなんですが、ノースリーブのプラダの中古ブラウスだとメルカリではだいたい1万円前後が相場になっています。もちろんデザインによっても変わるので、リサーチをするときには例えばこれなら総刺繍とか色の黒など服の特徴を入れてリサーチをすると正しい相場にたどり着きやすいですね。発送はこちらも U パケットポストで215円、利益は9135円でした。次はポロ by ラルフローレンのスラックスパンツ7900円。ラルフローレンの中でもポロ by から始まるものは2015年以前のものになります。メンズのラルフローレンのパンツはメルカリ相場では数千円なんですが、これもビッグサイズで 2XL なので相場より高く売れています。ズボンの場合はこのような専用のハンガーを使うか、床置きで撮影するのがいいですね。こちらもまた U パケットポスト発送で送料は215円なので、手数料と仕入れ価格100円を差し引くと利益は6795円でした。こちらはスワンキスのサマーツイードセットアップ7980円。スワンキスはロマンチックスイートファンタジーをテーマにした若い女性向けの国内ブランドです。こちらは定価が 14,080円で販売されていたものなんですが、完売して現在はフリマサイトでしか購入ができません。メルカリでは7000円から9000円の間で取引されています。この商品が売れた値段7980円ですが、この98とか980という数字、スーパーなど身近なところでもよく目にしませんか？実はこれは数字マジックで、7980円とすると8000円と書くよりもたった20円ですが安く感じて購買意欲につながるんです。どんな商品でもすぐにできる値付けのコツですので、ぜひ使ってみてくださいね。またまたこれも U パケットポストで送料215円、利益は6867円です。最後はリンクのワンピース18999円。こちらはインスタグラムのインフルエンサーちえみさんという方が数量限定で販売されている商品の一つで、販売後即完売したワンピースです。定価は7435円でしたが、現在は販売されていないためメルカリでは2万円前後で取引されています。先ほどのスワンキスもこちらもモデル着用画像がトップ画像に使用されています。このような着用画像っていうのは購入者にとってイメージがしやすいので、公式ホームページなどからモデルさんが着ている写真が撮ってこれる場合は転用して使うのもいいですね。その場合は2枚目以降は実写の商品写真を載せましょう。こちらも薄手なので送料は215円、仕入れ価格100円と手数料1899円を差し引くと利益は16785円になりました。今回紹介した10の商品のうち7つが U パケットポストだったんですが、実はメルカリには3センチ以内の厚みのものならネコポスト、U パケットポストどちらも使うことができ、ネコポスなら送料は210円で、 U パケットポストなら215円になります。ではなぜ今回紹介した商品は全て U パケットポストにしていたか分かりますか？ U パケットポストは専用箱を使うか専用シールを使うか、この2つの方法があります。専用シールの場合はサイズが郵便ポストに投函可能なものなので、実は厚み3センチを少し超えていても発送が可能なんですね。
本日の商品は全て100円だったんですが、100円で古着が仕入れられる倉庫で仕入れたものなんです。倉庫は関西を中心に複数あるんですが、倉庫に直接行かずに郵送で仕入れることもできるため、全国で取り組まれている方がいらっしゃいます。100円仕入れの倉庫の様子や仕組みはこちらの動画でも紹介しておりますので、よかったらご参考ください。100円仕入れやその他の仕入れ方法について詳しく知りたい方は私の公式 LINE でご相談いただけます。こちらでは初心者向けの物販を中心とした在宅ワークに関する有益な情報を無料で配信しておりますので、お気軽に友達登録してみてくださいね。YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。